クトリビア気が遠くなるような宇宙の雑学ご案内は大橋敏夫です宇宙の95%は正体が分かっていない宇宙は何からできているのでしょうか最近の研究によって宇宙は3つの成分から成り立っていることが分かってきました そのうちの一つが、我々が理解できる普通の物質です。普通の物質というのは、私たちの体や地球、星、宇宙空間を満たすガス、そしてブラックホールなどの天体を構成するものです。これらの物質は、電磁波によって観測することができ、我々の理解の対象となっています。しかし、普通の物質は、宇宙全体のわずか5%に過ぎません。 宇宙の残りの95%は、一つはダークマター、もう一つはダークエネルギーと呼ばれる、謎に包まれた物質から成り立っています。ダークマターは重力を持ち、銀河の形成や運動に影響を与えますが、どのような波長の電磁波でも観測できないため、暗黒物質を意味する名前で呼ばれています。一方のダークエネルギーは、 宇宙の膨張を引き起こすものと考えられていますがやはり正体は不明のままですこれらの謎の物質を理解することが宇宙の進化や構造を解き明かす大きな鍵となっています太陽系の惑星の数は今後増えるかもしれない未知の惑星があるとすれば その場所は、現在太陽系の最も外側を回るとされる惑星、海王星や、かつては惑星とされていた冥王星があるもっと先です。もし実在すれば、太陽系の第9惑星となることから、このあるかもしれない惑星はプラネット9と呼ばれます。プラネット9があると主張する天文学者によると、その質量は地球の5、6倍あり、 海洋星の外側にあるカイパーベルトと呼ばれる一帯にある天体に影響を与えているように見えるためその存在が推定されるそうですこれまで天文学者らはハワイの山マウナケアにあるスバル望遠鏡を使ってプラネット9の発見に取り組んできましたが天の川に集まる他の明るい星に混ざって見えない可能性が高く見つけるのはなかなか困難なようです しかし、南米の国、チリに新しい天文台がまもなくできる予定で、この天文台の最新鋭の望遠鏡を使えば、いよいよプラネットラインが見つかるのでは、と期待されています。世界一のプラネタリウムで映せる星の数は、7億。そのプラネタリウムがあるのは、横浜市磯子区にある 浜銀子供宇宙科学館ですこの科学館では2022年にプラネタリウムをリニューアルし「ハマギンガ」という愛称がつけられた新しい投影機メガスター 2A を導入しましたこの新しい投影機はおよそ12億個の星を映し出すことができるためギネス世界記録に挑戦しましたところが肉眼では見分けられないような小さな星まで映し出すため 今までの方法ではすぐに記録を判定することができず、およそ二ヶ月にわたって専門家である二人の天文学者が検証作業を実施しました。その結果、少なくとも七億個の星が投影されていることが認められて、二千二十三年にギネス世界記録に掲載されました。ちなみにこのプラネタリウムで投影される星の数は七億以上ですが、現在望遠鏡で見えている星の数は 1害は1兆の1万倍のさらに1万倍なので700害というのは途方もない数ですね宇宙にも天気予報がある宇宙という広大な領域にも実は天気が存在します宇宙における天気というのは太陽フレア磁気嵐 太陽風、オーロラ活動などの変化のことです日本では国の組織である情報通信研究機構内にある宇宙天気予報センターがその予報の役割を担っていますある日の宇宙天気予報を見てみましょう太陽活動は活発でした引き続き今後1日間太陽活動は活発な状態が予想されます地磁気活動は穏やかでした 今後1日間、地磁気活動はやや活発な状態が予想されます。電離圏は乱れた状態でした、などといった情報が毎日公表されていると、ちょっと驚くのではないでしょうか。宇宙の天気の変化も、私たちの生活にさまざまな影響を及ぼすため、天気予報は必要なのです。例えば、磁気嵐が起きると、人工衛星や無線通信などに影響が出ることがあります。 特に、宇宙天気予報を必要としている分野が航空機の運用です。北極や南極付近を飛行する際には宇宙天気の影響を受けやすいので予報によっては航路を変えることもあるそうです。マグネターという天体はスプーン一杯分が10億トン。 宇宙では我々の想像を超えるような天体が存在します。特に知られるのが光が脱出できないほどの重力を持つブラックホールですがマグネターも想像を絶するような天体で宇宙最強の磁石天体と呼ばれるほどの強力な磁場を放ちます。マグネターとは中性姿の中でも極めて磁力が強いものを指します。その磁力は、 人類が作ることができる最強の磁力の10億倍もの強さだそうですそしてマグネターは密度も非常に高くわずかスプーン一杯の量で10億トンにもなると言われますこれまでに20数個のマグネターが発見されていますが天の川銀河には推定で3000万個のマグネターが存在すると考えられていますちなみに マグネターに近づくと、人間は1000キロほどの距離で生命活動が維持できなくなり、さらに表面に近づくと、原子レベルで分解されてしまうのだそうです。マグネターはこのような極端な天体ですが、同時に宇宙の謎を明らかにする重要な手がかりにもなると考えられています。 地球外の知的生命体に向けたメッセージを積んだディスクが宇宙を飛んでいる。このディスクを積んでいるのは太陽系の外まで飛んでいく探査機の「ボイジャー1号」と「2号で」で年に打ち上げられました。ディスクは地球の生物や文化を記録したもので地球外の知的生命体が解読できるようにデザインされており 宇宙の塵から中身を守るために金でメッキされているためゴールデンレコードと呼ばれますゴールデンレコードには59の言語での挨拶や115枚の画像、バッハの作品など世界各地の楽曲27作品が収められ太陽の位置情報やレコード再生の手順も記載されています日本からのメッセージとしてこんにちは お元気ですかという日本語の挨拶と尺八の曲も収録されました他にも1977年当時のカーター・アメリカ大統領と国連の事務総長ワルトハイムからのメッセージなども入っていますレコードにはウラン238の資料も添付されその残量から経過時間も知ることができるようになっています ボイジャーは太陽系の彼方に向かって飛び続けておりその距離は地球から2百数十キロほどいつの日か知的生命に出会って地球文明を伝えられたらと思うとロマンがありますねベテルギウスは「もう爆発しているかもしれない」「オリオン座の一等星ベテルギウス」 2019年には突然薄暗くなりもしかすると爆発が間近なのではないかという憶測を呼びましたしかしベテルギウスは結局明るさを回復し一時的に暗くなった現象は直接的には超新星爆発とは関係ない可能性が高いことが示されましたベテルギウスの年齢はおよそ800万歳で一生の終わりに近づいているのは確かであり 超新星爆発が迫ってていいいいるのは間違いないと考えられています。しかしそれがどれぐらい近い未来なのかは分かっていません。定説では我々が生きている間には爆発しないとする説が有力なのですが一方では超新星爆発につながるコアの崩壊が数十年以内に起こると予想している論文もあり天文ファンの興味を引いています。もし、 超新星爆発が起きるとマイナス12等級くらいまで明るくなると言われています太陽よりは暗いですがその明るさは昼でも空に見えるほどですそして夜間にはさらに見事な光景になるのではと想像されます地球との距離は640光年ほどなのでひょっとして室町時代に爆発していたら地球で観測されるのは そろそろなのかもしれませんヘリウムの名前の由来は太陽風船や気球あるいは声が高くなるパーティーグッズに使われることでも知られる元素のヘリウム水素に次ぐ原子番号二番すなわち二番目に軽い元素ですところがこのヘリウム キガスという元素のグループの仲間で、他の元素とほとんど反応しません。反応しない元素というのは、存在を確認するのも大変です。そのため、地上でその存在が認められる前に、地球外で発見されました。その発見に役割を果たしたのが太陽です。フランスの天文学者、ジャンさんとイギリスのロッキャーは、 1868年の皆既日食の時太陽のスペクトル線を解析し当時知られていたどの元素にも当たらない未知の元素が存在すると考えました彼らはこれを太陽固有の元素であると考えギリシャ語で太陽を表すヘリオスにちなんでヘリウムと名付けました27年後にドイツの科学者がクレーベ石と呼ばれる鉱石に 硫酸を作用させることで、地球上でヘリウムを分離することに成功しました。まあ今日では、ヘリウムは身近な元素であるとともに、低温工学の研究に欠かせない物質となっています。そのような物質が、地球よりも先に宇宙で発見されたというのは、ちょっと意外な気がしますね。もしブラックホールに落ちると。 体が素粒子にまで分解される。ブラックホールは宇宙にある重力がとても強い天体です。一度中に入ったら、物体だけでなく、スピードの速い光でさえも外に出ることができなくなります。まるで穴のような天体なので、ブラックホールと名付けられました。さて、考えるとちょっと怖いのですが、 そのブラックホールにもし人が落ちてしまったらどうなるのでしょうかまず落ちた人は潮積力という力によって細長く引き伸ばされますこの時外の景色はだんだん青く視界が狭くなっていきますそしてブラックホールの中心近くにまで行くと体が素粒子レベルにまで分解されてしまいます一方 この現象を外から観察すると、落ちていく人は徐々に赤くなって、中心付近で止まってしまうかのように見えるそうです。このような不思議な現象が起きるのは、強い重力によって空間と時間が歪んでいるからです。ちなみに、これまでのところ地球に最も近いブラックホールがあると考えられているのは、150光年先のヒアデス星団だそうです。 もし巨大なプールがあれば土星は浮く土星は太陽系の中では木星に次いで2番目に大きな惑星です輪を除いた土星本体の直径は地球のおよそ9.5倍体積は755倍質量は100倍近くありますところが もし太陽系全部が入るほどの大きなプールがあったと仮定すれば土星だけ水に浮いてしまうとされますこれは土星の平均密度が水の0.7倍と水よりも軽いからですなぜ平均密度が小さいかというと土星は主に水素やヘリウムといった軽い元素で形作られているためです土星の中心には 岩石と鉄と氷でできた核がありこれが惑星の重さのおよそ20%を占めていますその上を高い圧力で金属的な性質の状態になった水素の層がおよそ1万キロという厚さで覆っていますさらに上には水素とヘリウムが混ざった層があります私たちから見える土星の表面はそのまた上の層にあたるメタンやアンモニアの雲です このような惑星内部の構造や大気は、木星もよく似ているのですが、土星の方が圧力が小さく、ゆるく固まっているため、密度が小さいのだそうです。天王星はとても臭い2018年に NASA アメリカ航空宇宙局は、太陽系第七惑星の天王星を覆う雲に、 硫化水素が存在していることが分かったと発表しましたこの硫化水素は温泉や腐った卵が臭う原因となる物質です研究したチームはハワイ島の天文台に設置した赤外線防衛鏡を使って天王星の雲が反射する太陽の光を観測することで雲に含まれる成分を調査しましたそして10年近くかけた分析の末 硫化水素が含まれることが確認できましたこれを観測した研究者は以前から匂う、つまり怪しいと思っていたがついに尻尾をつかんだとコメントしたそうです天王星は水色に見える綺麗な星なのですがもし降り立って呼吸をすることができたら腐った卵の匂いだというのは衝撃的ですただし天王星の外側は 氷点下200度ほどになり実際に近づいて匂いを嗅ぐことは不可能だそうですもし可能だとしても誰も試したいとは思わないでしょうが我々が見ているデネブは1400年前の姿宇宙では星と星の間の距離を測るときに光年という単位が使われます 1>, 1光年とは光が1年間かけて進む距離のこと。例えば、ことザの一等星ベガは地球から25光年先にあります。これはどういうことかというと、25年前のベガの光が今地球に届いているということです。つまり、私たちが見ているベガは25年前の姿。ちょっと前にお話ししたベテルギウスはおよそ640年前の姿ということでしたね。 全天の一等星の中で地球から最も離れているのは白鳥座のデネブですこのデネブはなんと地球から1400光年以上も離れた場所にあると言われていますつまり今地球から見ているデネブの姿は1400年以上前のもの日本だったら聖徳太子が活躍していた飛鳥時代ということになります不思議な感じがしますね ちなみに、デネブはそんなに遠くにあるのに、一等星として地球から見えるということは、非常に大きく明るい星だということも意味しています。デネブの直径は太陽のおよそ200倍、実際の明るさは太陽のなんと5万から6万倍もあるということです。宇宙エレベーターは30年以内にできる。 みなさんは宇宙エレベーターというものを聞いたことはありますか人や物資を大量に宇宙に運べるよう地球と宇宙の間をケーブルでつなぐという輸送機関ですまるで地上から宇宙に向かって伸びる塔のようなものです SF の世界のように思われるかもしれませんが実現可能な技術なのだそうですもし宇宙エレベーターが本当にできたらロケットよりも 効率的経済的で環境への影響も少ない輸送手段になると期待されています宇宙エレベーターは1991年に日本の科学者によって軽くて強い素材であるカーボンナノチューブが発見されたため実現が見込めるようになりましたそして現在は大手ゼネコンの大林組が2050年からの供用開始を目標に開発を進めています 宇宙エレベーターができた暁には訓練を受けた宇宙飛行士ではない一般の人たちそして高齢者や体が不自由な人も宇宙に行けるようになるかもしれません私たちが生きているうちにぜひ実現してほしい技術の一つですね宇宙ゴミの数は1億3000万個以上宇宙ゴミ 英語で、スペースデブリとは、地球の周回軌道上にある必要のない人工的な物体のことです。まあ、具体的には、運用を終えたり、故障した人工衛星や打ち上げロケットの残骸、ミッションの最中に放出した部品、爆発や衝突などで発生した破片などです。宇宙ゴミは年々増加しており、欧州宇宙機関によるとその数は、 1>, 1センチから10センチの大きさのものでおよそ100万個1ミリ以上の大きさのものでは1億3000万個にも及ぶそうでこのまま増えると将来的には人類の宇宙活動の妨げになると予想されますまた実際に宇宙ゴミと人工衛星の衝突はこれまでに何度か起きているそうです宇宙ゴミは秒速7、8キロと 猛スピードで飛んでいるためたとえ小さな破片であってももし衝突すれば衛星に大きな被害を与えてしまいます現在日本でも JAXA 宇宙航空研究開発機構と民間企業が協力して宇宙ゴミを除去するプロジェクトを進めておりその成果が期待されています宇宙で初めて子供を産んだ動物はメダカ 1994年日本人初の女性宇宙飛行士向井千晶さんとともに4匹のメダカが宇宙飛行しましたそしてこのメダカは脊椎動物として初めて無重力状態の宇宙で産卵さらに幼魚の孵化に成功しました例えば鶏の場合卵の中でヒナが成長するために重力が必要なので無重力空間では卵から孵化しませんが 魚類のメダカは孵化すす。ることができます特にメダカの中には重力が小さい状態に適応しやすい系統がいるためこの実験に選ばれました出産後に地上に戻ってきたメダカはしばらくは浮き袋の使い方を忘れてしまい水槽の底に沈んだまま動けなくなっていたそうですがやがて普通に泳げるようになりましたまた宇宙に行ったことによる子孫への影響も 特に見られなかったそうです。これらの宇宙メダカの子孫は、全国の学校などの施設に配られ、現在も子孫を増やしていっています。子孫を展示している科学館などもいくつかあるので、興味がある方は調べてみてください。宇宙空間では背が伸びる。 宇宙飛行士は宇宙に行くと、身長が数センチ伸びます。だいたい1、2センチ伸びるということが多いようですが、中には七センチ以上伸びた人もいるそうです。身長は普通立って測定しますが、地球上で直立するときは、頭から足の方向に重力が働きます。このとき、背骨を構成する骨の継ぎ目や、足の関節などが圧縮された状態になります。しかし、 無重力では、地上で圧縮されている部分が解放されるため、背が伸びるというわけです。他にも、無重力では様々な体の変化が起きます。例えば、体液が下に引っ張られなくなるため、地上よりも上半身に体液が多くなり、顔がむくんで、ムーンフェイスという丸顔になってしまうという現象がよく知られています。また、鼻の粘液もむくんでしまうため、 宇宙飛行士は鼻詰まりをよく経験するんだとか、また、宇宙酔いという症状もよく見られる現象です。逆に、宇宙飛行士が地球に帰った際には、立ちくらみがよく起きるんだそうです。これは、宇宙よりも重力が大きい地上では、心臓から頭に血液を届けることが大変になるからです。宇宙飛行士になるのに、 学歴はいらない2023年、JAXA 宇宙航空研究開発機構は諏訪誠さんと米田あゆさんの2人を新たな宇宙飛行士の候補者に決定しましたこの時の募集が始まったのがその2年前の2021年なのですが当時応募条件が大幅に緩和されたことも話題になりました最新の応募条件は2つ まず3年以上の実務経験つまり社会で仕事をした経験があるということもう一つが身体的な条件具体的には身長149.5から1 9 0 5ンチで強制視力が1.0以上あり色覚や聴力が正常なことです年齢や性別は問われません以前は宇宙飛行士になるためには 理系の4年生大学を卒業していななければならず加えて3年以上の理系の分野での実務経験も必要でしたしかし現在ではこの条件が撤廃されたのですつまりたとえ中卒であっても文系であっても派遣社員や自営業などであっても宇宙飛行士に応募することはできるのですただし だからといって理系分野の知識が不要になったわけではなく、実際に新しい宇宙飛行士候補者の鈴川さんは東京大学理学部、柳田さんは東京大学医学部を卒業しています。宇宙飛行士の試験に使われる白いパズルは22万個売れた。漫画の宇宙兄弟を読んだことがある人は。 宇宙飛行士の選抜試験に、絵が何も描かれていない真っ白なジグソーパズルが登場することを覚えているかと思います。この白いジグソーパズルは、実際に宇宙飛行士の試験に使われており、閉鎖空間での耐久力を試されるものです。2010年にスペースシャトルのディスカバリーに登場した山崎直子さんは、300ピースの真っ白なパズルに課題として取り組んだそうです。 この白いパズルはジグソーパズルの製造販売を手掛けるヤノマンによって2012年に商品化され発売から10年でシリーズ累計22万個の販売を達成しましたこの宇宙パズルはそこそこ難しい99ピース結構難しい300ピースすげえ難しい204ピースの3種類があります204ピースの方が すげえ難しいとなっているのはピースが小さいからです。一番取り組みやすい九十九ピースのものはメーカーの人で一二時間ほどでクリアできるぐらいの難易度だそうで、ここからチャレンジするのがおすすめだそうです。宇宙服の値段は一着十五億円以上。 宇宇宙宙空間での活動を可能にする宇宙服、その値段は、まあ、我々のような一般の人間にはなかなか想像がつきませんが一着1,000万ドル以上もするんだとか、まあ、為替ルートによっても変わってきますがここ最近の為替相場をもとに換算すると15億円というとんでもない額になります。1, 万ドルのの内訳ですが、が、特に高いのが 宇宙飛行士が背中に背負っている生命維持装置で900万ドルします。残りの100万ドルがそれ以外の宇宙服アセンブリと呼ばれる部分の値段です。船外活動を行うための宇宙服は、パーツごとにいくつものサイズが用意されており、着用する飛行士の体格に合わせてパーツを交換します。また、グローブは宇宙飛行士ごとに用意されており、これだけで2万ドル、およそ300万円します。 もちろん一般の人が本物の宇宙服を買うのはまず不可能ですがネットなどではアポロ宇宙飛行士の宇宙服のレプリカを80万円弱で販売しているお店もあるようですしかしそれでも十分高いですね科学的に証明された世界最古の隕石は日本の神社にある。 この隕石があるのは、福岡県能型市の菅神社です。平安時代に境内に落ちてきた隕石は、能型隕石と呼ばれています。言い伝えによると、861年のある日の夜、神社の上空が突然真昼のような明るさになり、境内で激しい爆発音が起こりました。深くえぐられた穴ができていたので、中を覗くと黒く焦げた石があったそうです。 その石は霧の箱に収められ、大切に受け継がれることになりました。その大きさは500グラム弱で、大人の拳ほどあります。この能型隕石、目撃記録が残っていて、さらに科学的に鑑定証明された世界で最も古い隕石なのだそうです。境内には記念碑があり、普段は隕石のレプリカが見られるようになっていますが、5年に一度、 お祭りのの際には、本物の隕石が公開されるそうです。ちなみにこの能型隕石なのですが2016年に公開されたアニメ映画「君の名は」に出てくる隕石のモデルになったという説もあり映画ファンの間では話題になったようです火星の衛星「フォボス」でジャンプすると8 0 0ルぐらい飛べる。 天天体体体ののの重重力はその天体自体の重さで変わってきます例えば地球より軽い月の重力は地球の6分の1ほどです。これは月でジャンプすると地球よりも6倍高く飛べるということを意味しています。大体いい地球で垂直にジャンプすると50センチほどなので月でのジャンプは3メートルくらいになります。では 月よりもっと小さい天体でジャンプするとどうなるでしょうか準惑星の冥王星でジャンプすると7メートル以上になります火星と木星の間にある小惑星のケレスでジャンプすると15メートル以上になりますそして火星の衛星であるフォボスでジャンプするとなんと800メートル近くも飛べるそうですただしフォボスでも普通にジャンプする限りは たとえ高く飛べても、地表に戻ってこられなくなるということはないようです。逆に、地球よりも大きい木星では、20センチも飛べないそうです。火星の地表には、かつて水が流れていた。地球のすぐ外側を回る惑星火星、その表面を望遠鏡で見ると、運河のように見える地形があります。 今でこそ火星は、極寒の砂漠の星となっていますが、干上がった三角巣、川岸といった地形から、水が流れていた時代があったことが見て取れます。これらの水は、どこへ行ってしまったのでしょうか。最新の研究によると、多くの水が、近く内にある鉱物に取り込まれ、残りの水は、宇宙空間に流出したと推定されています。そして、 火星は、かつては地表にも多くの水をたたえており、微生物の生息にも適していたであろうことが分かっているそうです。さらに、火星には水だけでなく、生命を作る有機物が存在し、また火山もあるので、生きていくのに必要なエネルギーも揃っています。では、実際に火星に生命がいたことはあるのかというと、これはまだ分かっていないのですが、 NASA の火星探査車パーシピアランスが生命の痕跡を見つけるために、今まさに活動を行っています。火星で採取されたサンプルを地球に持ち帰ってきた暁には、地球外生命の証拠が見つかることが大きく期待されています。葛飾北斎や松尾芭蕉は、彗星のクレーターの名前になっている。 太陽系で最も内側を回る惑星、水星、その地表には多数のクレーターがあります。これらは水星ができた後に、たくさんの小さな天体が衝突してできたものです。ユニークなのは、水星のクレーターの多くには、芸術家の名前が作られているということです。その中には、葛飾北斎にちなむ北斎、松尾芭蕉にちなむ芭蕉など、 日本人の名前がついたものもいくつもありますどんどん挙げていきましょうまずは作家漱石芥川双葉亭と明治の文豪が揃っています紫式部にちなんだ紫というのもありますそれ以外の分野の芸術家ではゼアミニリキュウウなどもありますセイ山田など誰が由来かわかりにくいものもあります これはそれぞれ、はそぞ言と作曲家の山田耕にちなみます。水星の英語名マーキュリーの由来となったローマ神話のメルクリウスは芸術の神様でもあるのですがその名にふさわしく水星は多数の芸術家を抱えているわけですね。月の模様が何に見えるか国によってさまざま。 日本では月の模様はウサギが餅つきをしているように見えると言われますねアジアの他の国でも月の模様をウサギに見立てる習慣は広くあるそうです韓国では日本同様に餅つきをするウサギの絵が描かれるそうです中国では餅つきではなくウサギが薬草を引いている姿に例えているそうですこのウサギの伝承はインドの伝説から始まり 中国や日本に伝わってきたものとされています。しかしながら、アジア以外の地域では、月の模様は全く別のものに見立てられます。例えば、欧米では女性の横顔とされ、アラビアではライオンだと言われたりします。また、南半球のオーストラリアでは、月が上下左右反対に見えます。そのため、月の模様は男の人の顔に見えるんだそうです。 他にもワニ大きなハサミのカニ本を読むおばあさんなど地域によってさまざまなものに解釈されます世界各地で月を見る人々は想像力を働かせさまざまな解釈や伝承を生み出してきたのです高校生が開発した宇宙食がある。 その宇宙食というののは、福福井井県県市にある福井県立若狭高校の生徒が開発したサバ館です。宇宙食開発は若狭高校と統合された旧小浜水産高校で2006年に始まりました学校がある小浜では古くからとれたサバがサバ街道と呼ばれる街道を通って京都に運ばれていましたそのような地に位置する旧小浜水産高校には サバ缶を製造する実習工場が併設されていたのです宇宙食のサバ缶開発は NASA、アメリカ航空宇宙局などが開発した食品製造の衛生管理システム HACCP を高校で取得したことが契機となりスタート開発は簡単にはいかなかったようですが先輩から後輩へと何来にもわたってノウハウが受け継がれていきついに開始から12年経った 2018年にジャクサ宇宙航空研究開発機構の認証を取得しました。そして2020年に宇宙飛行士の野口聡一さんが、そして2020年に宇宙飛行士の野口宗一さんが国際宇宙ステーションでこのサバ缶を食べる食レポを YouTube で配信し、宇宙にサバ缶を飛ばすという夢が現実のものとなりました。 国際宇宙ステーションは2031年に太平洋に落下する。アメリカ日本カナダヨーロッパロシアの各宇宙機関の共同プロジェクトである国際宇宙ステーション。これまで日本の宇宙飛行士も多く滞在ししてきました。しかし国際宇宙ステーションが引退するのはそれほど遠い将来ではありません。 実は当初の予定では老朽化の進む国際宇宙ステーションの運用期間は2024年までだったのですがバイデン政権によって年ままで延長される方針になりましたこの延長方針を受けた後 NASA アメリカ航空宇宙局は2031年に国際宇宙ステーションを南太平洋に落下させる計画を明らかにしました。ただし 国際宇宙ステーションの引退後は民間の運営する宇宙ステーションが役割を引き継ぐ予定なのですがもしその準備が整っていない場合は国際宇宙ステーションの引退が延期される可能性を匂わせている関係者もいます。一方2022年には中国が宇宙ステーションを完成させ宇宙開発における存在感を強くしており今後の動向が注目されます。 三宅島は月面に似ている伊豆七島の一つ三宅島豊かな自然に恵まれマリンスポーツが盛んなことでも知られていますその三宅島の玄武岩室の砂地が月面を覆うレゴリスと呼ばれる土に組成が近いのだそうですまた火山の噴火によってできた複雑な地形も月面に似ているとされます 月面に似た環境を利用して三宅島では日本で開発された月面探査車の試験走行も行われていますこの月面探査車は JAXA 宇宙航空研究開発機構と日産自動車が2020年から共同開発しているもの2022年に実験が行われさらに2023年には活火山である小山のオフロードを月面に見立て日産 エクストレイルで走行する一般向けのツアーも行われましたエクストレイルに搭載されている四輪制御技術が月面探査車にも応用されているんだそうです三宅島では今後、月の島としての魅力が新たな観光資源になっていくかもしれません一般の人が月に旅行できるようになるまでにはまだまだ年月がかかりそうですが少しでも月旅行気分を味わうために 三宅島に行ってみるのも楽しそうですね人間よりも犬の方が早く宇宙に行ったガガーリンが人類初の有人宇宙飛行に成功したのは1961年のことしかしその4年前の1957年人類に先立って 犬が宇宙空間に行きましたこの犬はモスクワの通りで拾われたライカと呼ばれる雑種券人工衛星スプートニク2号で大気圏外に飛び出しましたところがこのスプートニク2号は大気圏に再突入した時に壊れないという設計にはなっておらずライカは打ち上げ前から宇宙開発のために犠牲になることが決まっていたそうです 当時の公式発表では、ライカはミッションの最後に毒を混ぜた餌を食べ、安楽死したことになっており、これが長らく信じられてきました。しかし、打ち上げから45年後に、打ち上げに関わっていた研究員によって、発射後たった数時間で、ショックと熱による極度の過労のため、ライカはすでに死んでいたことが明かされました。 ライカの泣き殻を乗せたスプートニク2号は軌道を回った後、大気圏への再突入をして燃え尽き、悲しい最後を遂げたということです。宇宙飛行中、酸素タンクが爆発して地球に戻れない危機に陥った事件があった。1970年4月、アメリカの有人宇宙飛行船アポロ13号が 月にに向かうたために打ち上げられました8ヶ月前には11号が初の月面着陸を達成していることからかなりの期待を受けていましたがなんと発射から56時間後地球からの距離およそ33万キロあたりでエンジンや燃料を積んだ支援船の酸素タンクが爆発を起こし月面調査どころか地球に帰還することすら難しい状況へと陥ってしまいました。 爆発の影響で、機内には電気や酸素、水はほとんど残ってなく、非常に危険な状態で、船内だけでなく、地上でも職員総出で救出活動を行い、動員された人数はなんとおよそ2万人。さらには、全米中のコンピューターを駆使して、無事帰還できるように取り組んだそうです。その結果、4日後に、13号は南太平洋の海上に無事着水。 誰一人亡くなることなく帰還できました。この事故の原因は、酸素タンクの温度調節装置が故障しており、それに誰も気づかなかったというものでした。NASA アメリカ航空宇宙局では、この事故をきっかけに、より厳重な安全対策を行うようになったそうです。人工衛星は増えすぎている。 通信、GPS などの運用や気象観測など、現在の我々の生活に欠かせない人工衛星、しかし、今や人工衛星が多すぎるという問題が発生しているのはご存知でしょうか。人工衛星増えすぎ問題の直接的な原因となっているのが、イーロン・マスクのスペース X 社が手掛けている巨大通信衛星もスターリンク。スターリンクは、 辺境の地でも、ブロードバンドでのインターネット通信を可能にするもので、ノトハント地震でも役立ちました。スペース X は、このスターリンクの人工衛星を一度に数十という単位で打ち上げることもあり、その数は急増しています。人工衛星が増えすぎると、何が問題かというと、天文学者が遠くの銀河や星などを観測するのが困難になるということが挙げられます。 人工衛星が望遠鏡の視野を通ると非常に明るくなってしまうからです特にスターリンク衛星の場合低い軌道を飛行するため高い軌道の衛星と比較して太陽の光を反射したときに明るく見えてしまうそうですこの衛星による天文観測への影響を防ぐためスペース X も衛星の塗装を黒くしたり太陽の反射を抑える日よけをつけたり さまざまな取り組みをしていますが、通信への影響が出てしまうことがわかり、まだ解決できていないのが現状だそうです。人類が宇宙で初めて行ったスポーツはゴルフ。1971年、アポロ14号のアランシェパード船長は月面でゴルフのショットを行いました。これが宇宙で行われた。 最初のスポーツだと言われています宇宙に行くにあたってはクラブ一本でも持ち込むのは大変ですしかし、何とか月でのゴルフを実現したいシェパードは岩石の最終作業をするときのスコップの先に6番アイアンのヘッドをつけてクラブとして使えるようにしました月でゴルフのショットをするという歴史的瞬間はテレビ放映され世界の注目を集めましたしかし、宇宙服と 宇宙飛行士用の手袋では両手でクラブをうまく握ることができずしかも月は見渡す限りのバンカーという難易度の高いコース1打目は砂ぼこりが上がっただけのダフリでしたしかし2打目はまっすぐ飛びさらに3打目は会心のショットとなりました月の重力は地球の6分の1ですがどれほどの距離が出たのか聞かれたシェパードは何マイルも何マイルも何マイルも コメントを残したそうです。世界初の宇宙飛行は2時間未満。1961年4月12日旧ソ連は世界初の有人宇宙船ボストーク1号を打ち上げました。これに乗り込み、人類で初めて宇宙に行った人物となったのがユーリガガーリン少佐です。 地球は青かったという言葉を残したこともよく知られています。この世界初の宇宙飛行ですが、時間にしてわずか1時間48分という短いもので、大気圏外を一周した後、大気圏に再突入しました。このボストーク1号は一人乗りの宇宙船で、乗組員であるガガーリンがコントロールできる部分はほとんどなかったそうです。 ガガーリンが宇宙飛行に成功したわずか3週間後には今度はアメリカがマーキュリー3号にアラン・シェパードを乗せて有人宇宙飛行に成功させますがこちらは打ち上げの勢いで宇宙に飛び出した後すぐに大気圏に戻ってくるというものでガガーリンの宇宙飛行よりもさらに短い15分の弾道飛行でしたこのシェパードさん先ほどお話しした月でゴルフをした人物と同じです。 ちなみに人類初の宇宙飛行という偉業を達成したガガーリンはその7年後戦闘機の訓練飛行中の墜落事故で34歳という若さで亡くなりました世界遺産に登録されたプラネタリウムがある。そのプラネタリウムがあるのはオランダのフリースランド州にあるフラネカーという小さな町です。 現存する世界最古のプラネタリウムとされるロイヤル衛星エイシンガプラネタリウムはエイシンガという人物によって1774年から81年にかけて作られ今も現役の施設として稼働していますエイシンガはウール工場を経営する傍ら天文学に興味を持ち自分の家にこのプラネタリウムを作ってしまいましたそのプラネタリウムとは リビングルームの天井に。機械仕掛けで太陽系の動きが再現されているというもの。一千個以上の手作りの釘と木製の歯車が使われており。完成から二百年以上経った今でも。きちんと惑星の動きが示されています。この家は現在も博物館として一般に公開されており。世界中から天文ファンが訪れるそうです。歴史的な価値が認められて。二千二十三年には。 世界遺産に登録されました自力で作ったプラネタリウムが200年以上経っても人々を魅了するというのはロマンがありますね他の星の知的生命と更新できる確率を求める方程式があるその方程式を生み出したのはアメリカの天文学者フランク・ドレイク博士。彼は 地球外知的生命体の探査を主導してきた先駆者です。1960年には宇宙人がいる可能性のある星としてクジラ座のタウ星とエリダヌス座のイプシロン星を選びこれらの星に電波望遠鏡を向けて信号を探しました彼が考案したドレイクの方程式は次の7つの要素の積で表されます1つ目が、 銀河系の中で毎年生まれる恒星の数2つ目がその恒星が惑星系を持つ確率3つ目がその惑星系の中で生命の発生に適した環境を持つ惑星の数4つ目がその惑星に実際に生命が発生する確率5つ目が知的生物に進化する確率6つ目が知的生物が 他の星との間で通信が行えるような技術文明を発展させる確率そして最後がそのの文明の寿命です。この方程式は後の項目ほど答えを出すのが難しいという特徴があり結局どのような数字が答えになるのか議論を呼ぶところなのだそうです。大きすぎて分割された星座がある。 夜空には大小合わせて88の星座が輝いています現在最も大きい星座は海蛇座ですしかしかつてはそれ以上に大きな星座がありましたそれがアルゴ座ですしかしあまりにも目立ちすぎたゆえ4つの星座に分割されてしまいましたアルゴ座はギリシャ神話に登場する英雄イアソン率いる冒険者たちが乗った船 アルゴ号にちなんだ星座ですアルゴ号にはヘルクレス座のもとになったヘルクレスこと座のもとになったオルフェウス双子座のもとになったカストルとポルックスなど星座になった神話の登場人物たちも乗り込んでいました彼らは金の羊毛を求めて旅立ち多くの困難を乗り越え見事に使命を果たしました壮大な冒険物語とと,ともにアルゴ座は 巨大な存在として夜空に輝いていましたが星座としてはあまりに大きすぎるため18世紀にフランスの天文学者ラカユによってトモ座・リュ座・ホ座・ラシンバン座というそれぞれ船のパーツの名がついた星座に分割されてしまいました天王星や海王星ではダイヤモンドの雨が降る 海洋系の惑星のうち、外側もある天王星と海王星は、青く見える美しい星です。これは、天王星や海王星の大気にあるメタンが、青色以外の光を吸収するためです。そして、天王星と海王星の内部では、高い圧力によって、このメタンが分解されて変質し、ダイヤモンドの結晶になるとされています。このダイヤモンドは、 中心角に向かって沈んで行き、その様子はダイヤモンドの雨と呼ばれています。ただし、雨と言っても地球の雨とは様子が違い、天王星や海王星の氷の層をゆっくりと沈み込んでいくような現象です。また天王星と海王星では、海王星の方がダイヤモンドの雨の現象は大規模だそうです。このダイヤモンドの雨ですが、太陽系の外では 海洋星や天王星のような巨大な氷の惑星が一般的に見られることから実は宇宙のあちこちでも発生しているかもしれない現象なのだとかこのダイヤモンドの雨は惑星内部の環境を研究室で再現することにより地球上でも実証することに成功した研究者がいるそうです。土星の輪は、消えるる。ことがある 美しい輪が特徴的な土星そのまま我々の目には平たい円盤のように見えますが実際は主に直径10メートルより小さい氷の塊が集まって構成されているそうですこの輪の見え方は時期によって実は変化しています土星は輪の傾きを保ったまま太陽の周りをおよそ30年かけて一周しますこの公転周期の半分にあたる 15年に一度輪がほとんど見えなくなる時期がありますこの現象は輪の消失などと言われますしかし実際に輪がなくなってしまうわけではなくこの時期は我々が土星の薄い輪を真横から見るような位置関係にあたるためあたかも輪が消えてしまったかのようになるんだそうですさて 今お話ししたのは、周期的に土星の輪が見えなくなるということですが、輪そのものも、いずれ本当に消滅してしまうと考える研究者もいるそうです。土星の輪の将来は、構成する氷の塊が供給されるようと、土星に降り注ぐ量のバランスで決まり、早ければ1億年後にはなくなると言われています。そう考えると、私たち人類はちょうど、 土星の輪が美しく見える時代に栄えているといえますね。北極星はそのうち変わる。北極星は天の北極近くに輝き、北の方角の目印になる星です。現在はコグマ座のアルファ星が北極星にあたります。この北極星は昔は動かないと考えられていましたが。 実は少しずつ動いています。そして、北極星と呼ばれる星も、時期によって交代していくんです。これはなぜかというと、地球は太陽、月、惑星の引力の影響で、地軸がおよそ2万6千年の周期でゆっくりと方向を変えていく、再作運動と呼ばれるものを行っているからです。再作運動は、例えるなら、回っているコマが首を振るような運動です。 そして、北極星というのは、その時代で一番天の北極に近い明るい星のことですが、地球の再三運動の結果、天の北極に近い星も徐々に変わっていくというわけです。例えば、今から5000年前には、龍座のアルファ星であるツバンが北極星に当たりました。逆に今から12000年後には、織姫星として知られる琴座の一等星ベガが、 北極星の役割を担うことになります。NASA の職員を称えるスヌーピーのバッジがある。NASA、アメリカ航空宇宙局では、宇宙飛行士から職員に贈られるシルバー・スヌーピー賞という賞があります。これは、有人宇宙飛行ミッションの成功に貢献した職員に与えられるもので、シルバー・スヌーピーとは、純銀でできた 宇宙服を着たスヌーピーをデザインしたバッジのことです例えば装置の性能の向上やコストの削減など重要な貢献をした人が授与の対象になりますシルバー・スヌーピー賞は NASA が職員のモチベーションの向上につながる取り組みとして始めたものです有人宇宙飛行の番犬になるようなシンボルとしてアメリカで国民的に親しまれているスヌーピーが選ばれました 実際、スヌーピーの生みの親であるチャールズ・シュルツは宇宙開発の熱心な支持者だったためバッジなどのデザインを喜んで手がけたそうです。かくして NASA の職員にとってはスヌーピーのバッジを贈られることこそ安全に大きく貢献した証しとなりこの上ない名誉となったのです。聞くトリビア気が遠くななるような 宇宙の雑学ご案内は大橋敏夫でした。